こんにちは、クリーン都市のモッポのマスコット、ポポ。私は、ポミです。今回は、ユダルさんと共に、モッポを象徴するサムハクドの伝説について調べてみましょうか。ああ、ユダルさんの若き青年と、サムハクドの三人の娘の哀切な恋物語。なんか、もう悲しくなりそうです。それでは、サムハクドという名に伝わる伝説へと、一緒に行ってみましょう。サムハクドの伝説。昔々、ある青年がユダル山で一人暮らしをしていました。彼は堂々とした気品ある二枚目の若き青年でした。彼は山中で学問を修め、武芸を練磨するなど、ひたすら修行だけに専念したのです。青年は山裾にある井戸で、時々、井戸水を汲みに来たのですが、ユダル山麓に住んでいた可愛くて美しい三人の娘は、この若き青年に片思いを寄せたそうです。三人の娘は青年のために、山神まで井戸水を汲んであげたり、洗濯をしてあげたり、ご飯を炊いてあげたりするなど、好意を尽くし、おのおの愛の気持ちを伝えたのです。村人たちは青年がどこから来たのか知りませんでしたが、三人の娘はそんなことは気にせずに、青年への愛が深くなっていくのを感じるだけでした。修行のために山中に入った青年は、三人の娘の親切と誘惑には耐えられなくなり、ある日固い決心をして三人の娘に懇切に頼みました。僕の若い夢が壊される前に、どうかここから立ち去ってください。心から青年を愛した三人の娘は、青年に言われた通りに、遥か遠くに離れたところに行く決心をしました。小舟に乗った三人の娘は、青年がいる麓の方に向かって、別れの悲しみを抑えながら手を振りました。この光景を見ていた青年は、いざ娘たちが立ち去ると、悲しみで耐えられなくなりました。娘たちが立ち去ってから、修行ができないほど自分も彼女たちを愛しているのが分かったのです。お願いだ、戻ってきてくれ。俺が悪かった。青年の哀切な声が聞こえないのか、三人の娘が乗った小舟はだんだん遠ざかっていきました。青年は募る切ない思いで船に矢を射ました。しかし船に的中した矢で船に穴が開き、船は沈んでしまいました。青年は気が気でありませんでした。三人の娘を呼びながら海へ飛び込み、沈んだ船に向かって泳いでいきました。青年がそこに着く前に、三人の娘は鶴となり空へ飛び立ちました。この時、鶴が飛び立った場所に並んで3つの島ができました。皆さん、どうでしたか？ユダルさんと共にモッポを象徴するサムハクドの伝説。悲しいけど美しい愛の物語のようですね。美しい物語があるモッポの美しいサムハクドを覚えておいてください。それでは皆さん、またね。